黒ロキシニアは岩タバコ科の常緑、または出根多年草。和名は大岩切草。鉢植えなど園芸植物として温室栽培される。原産はブラジル。熱帯雨林の下草として自生していた植物を改良した種である。不定形の海景を持ち、草丈は20センチメートルくらい、根生葉はヘラ形、またはトーラン型で大きく、茎に耐性する葉は長大型で、 ビロードのような柔らかい毛が密接している。花は適温が維持できれば、いつも咲くが、普通は6月から9月頃まで咲き、家計5から7センチメートルくらいのロート型で、花色には紅、藍色、紫、ピンクなどがあり、喉の部分が白いもの、中心に5から8用のマークや、深い縁取りのあるものもある。最近は八重咲きの品種も多い。微細種子で、 陶器に摂氏15度以上保持できる温室がないと種からの栽培はできないので、一般の人は春先に売り出される球根を買うか、花付きの鉢物を買った方が良い。葉に強い光線が当たったり、水がかかったり、あるいは水やりの時に泥が跳ねたりすると腐ることがあるので、水やりは鉢の縁から丁寧にする。直射日光が当たらない、明るい窓辺などで育てるのが良い。 ありがとうございます。